毎度こちらです、スクリューマウント M42 ですねと呼ばれているスクリューマウントのフィッシュアイタクマ17-F4 ですね。普通にヘリコイドがついたタイプになります。最短が20センチ以下とかなり寄れます。ヘリコイドまあスムーズですね。でこれはフィルターです。まあ、あまり使わないかもしれませんが、黄色とか赤とかそんなのですね。赤オレンジですかね。一応ついてます。スクリューマウント、前キャップはない、リアキャップだけついてます。まあ、普通のオートにしとくと、ここ叩くタイプですね。まあ、最近ですとアダプターでしたらマニュアルにしとけば、このように絞りで動きます。外観、まあ、多少というか、まあ、使用感ありますが、そんなに汚いわけじゃないです。まあ、パンケーキというか薄いですね。薄めです。フィルム、これ普通のパトローネですが、まあ大きさがわかるかと思います。結構薄いです。この前の方はもっと薄いんですが、まあフォーカスがないですね。これはきちんとピントが見れます。まあ無限というか、もうちょっと離れればほぼパンフォーカスになりますが、近接の時にねピントが分かります。レンズまずですが、中もまあまあっていう感じですが、前玉にシュッシュッと傷があります。これですね、この S の下あたりと、ここもう一本こっちにシュッとあります。ひどい傷ではないですが、これですね、これです。ちょっと目立ちます、ここですね。シュッシュッとあります。これこのように前玉が出てますのでね、どうしても擦れてるのが多いです。ペンライトで見ますと、まあ、多少ありますが、まあまあでしょう。穴が小さいのでね、よくわかんないんですが、まあそれほど悪くないと思ってください。前玉にスレがあるのでちょっとお休みです。ミラーレスのデジカメフルサイズで、試し撮りしました。開放はもちろんいいんですが、絞り込むとね傷が映るような心配される方いますが、これ全く問題なく普通に写真撮れてたと思います。まあ、昔よりは安いですが、まあ、ちょっとスレがありますのでね、 M42遊ぶには十分いけると。結構近接で寄って撮ると面白い絵が撮れますね。